ジョージ・ゴードン・ミードはアメリカ合衆国の食業軍人であり、いくつかの東大を含み海岸での建設に関わった土木技師。セミノール戦争と米北戦争に戦って功績を挙げた。南北戦争の時は北軍の少将として従軍し、旅団指揮官からポトマック軍指揮官まで昇進した。1863年のゲティスバーグの戦いで、 南軍の将軍ロバート・イーリーを破ったことでよく記憶されている。置いたワニガメとも呼ばれている1864年から1865年にかけてオーバーランド方面作戦、リッチモンド・ピーターズバーグ方面作戦をび、アポマトックス方面作戦とポトマック軍の指揮官を務めたが、総司令官ユリシーズ・グラント中将の直接監督によって影が薄れた。 ミードは、スペインのカディスで、リチャード・ウォーサム・ミードとマーガレット・コーツ・バトラー・ミード、夫妻の11人の子供の8番目として生まれた。兄のリチャード・ウォーサム・ミード2世は後に、海軍士官となった。父は、アメリカ合衆国政府の海軍代理人として、スペインで働いた、フィラデルフィアの富裕な商人だったが、ナポレオン戦争でスペインを支持したために財政に、破綻をきたし、 1828年、ミードが10代の時に死んだ。家族は父の死後6ヶ月で、おぼつかない財政状況のまま、アメリカに戻った。ミード青年は、ボルティモアのマウントホープインスティチューションに通い、主に財政的な理由で、1831年に陸軍士官学校に入学した。1835年に56人の同級士官候補生の中で19番目で卒業した。 一年間、フロリダ州の第三アメリカ砲兵連隊に仕えて、セミノール族インディアンと戦い、その後ウェストポイントに在籍した頃から、すでに軍人は追い求める職業ではなかったので、陸軍から除退した。アラバマ州、ジョージア州及びフロリダ州の鉄道で、さらにアメリカ合衆国陸軍省のために土木騎士として働いた。1840年12月31日、 ジョン・サージェントの娘、マーガレッタ・サージェントと結婚した。ジョン・サージェントは1832年、アメリカが衆国大統領選挙で、ヘンリー・クレイ候補の副大統領候補として出馬したものだった。ミード夫妻には7人の子供が生まれた。新婚の男に安定した民間の仕事を見つけるのは難しかったので、1842年に軍隊に再入隊し、 死刑公平軍団の将尉として仕えた。ミードは、米国戦争に従軍し、ザカリー・テイラー、ウィリアム・ジェイ・ワース及びロバート・パターソン各将軍の参謀となり、モンテレーの戦いでの勇敢な行動で注意に名誉昇進した。戦後は主に灯台や、防波堤の建設及び、フロリダ州やニュージャージー州の海岸測量に、携わった。ロングビーチ・アイランドのバーネガット灯台。 アトランティックシティのアブスコン灯台、ケープ名のケープ名灯台、ジュピターのジュピターインレッド灯台、及びフロリダキーズのソンブレロキー灯台を設計した。また水力ランプも設計し、アメリカの灯台で使うために灯台局で採用された。1856年に大尉に昇進し、その後1861年に南北戦争が勃発するまで、 土木技師としての経歴に特筆するようなことはなかった。南北戦争勃発から数ヶ月後の1861年8月31日、ミードは大尉から志願兵の順将へ昇進した。これはペンシルベニア州知事アンドリュー・カーティンの強い推薦に基づいていた。戦争初期に徴兵されたペンシルベニア予備役兵連隊の第二旅団指揮官に任官され、当初は ワシントン DC 周辺の防災化工事で有能さを示した。その旅団は半島方面作戦でジョージ・マクレラン少将のポトマック軍に加わった。7日間の戦いの一つ、グレンデールの戦いでミードは腕、背中、横腹に重傷を負った。北バージニア方面作戦と第二次ブルランの戦いの時には完全ではないが回復しており、その旅団を引き、 バージニア軍のアービン・マクドウェル軍団に割り当てられた。ミードの旅団は、ヘンリー・ハウスヒルで、英雄的な陣地指示を行い、撤退する北軍の侵害を守った。数日後のメリーランド方面作戦の開始時、ポトマック軍第一軍団第三師団の指揮任務を受け、サウス山の戦いで目立った働きをした。ミードの旅団がサウス山のコーチを強襲した時、上官の軍団指揮官、 ジョセフ・フッカーは、ミードを見ろ。このような部隊を連れて、このように引き入ればどんなものにも勝てる。という叫び声を聞いた。アンティタムの戦いでは、負傷したフッカーに代わって第一軍団の指揮に就いたが、これはマクレラン自らが、ミードより上級の他の将軍たちを差し置いて選定したものだった。この戦いでも活躍したが、太ももに負傷した。 フレデリックスバーグの戦いでは、ミードの師団が戦場の南端で、ストーンウォール、ジャクソン中将軍団の隙間をついて、唯一南軍戦列の突破を果たした。この軍港で、1862年11月29日に、遡って志願兵の少将へ昇進した。しかし、その突破も援軍がなく、師団の大きな損失という結果になった。 この戦闘後、第5軍団の指揮を任され、翌春チャンセラーズビルの戦いに参戦した。この時、ポトマック軍を指揮したフッカー将軍は大きく攻撃的な作戦を描いていたが、実行時にはあまりに臆病になり、南軍が主導権を取ることを許した。ミードの軍団は戦闘の間ほとんど予備隊とされており、北軍の敗北を支えられなかった。この戦闘後、 ミードはリー軍に対する攻撃を再開することをフッカーに強く訴えたが無益だった。ポトマック軍の指揮官たち、左からガバヌーア、ウォーレン、ウィリアム・ H ・フレンチ、ジョージ・ミード、ヘンリー・ J ・ハント、アンドリュー・ A ・ハンフリーズ、ジョージ・サイクス。1863年9月フッカーは、ゲティスバーグ方面作戦でリーを追跡している時にポトマック軍指揮官を辞任した。 1863年6月28日早朝、エイブラハム・リンカーン大統領の使者が到着し、ミードをフッカーの公認に指名することを伝えた。ミードは驚きに打たれ、後に妻に当てて、主官が彼のテントに入ってきて、彼を起こしたとき、軍隊内の政治的な力が働いて逮捕されるのだと思った、と書いた。ミードは積極的に指揮官職を求めていなかったし、 大統領が最初に選んだものでもなかった。ポトマック軍で、ミードより上位にある4人の将軍のうちの1人、ジョン・エフ・レーノルズは先に大統領からの任官の提案を受けて断っていた。レイノルズはゲティスバーグの戦い初日に戦死した。ミードはメリーランド州フレデリックのプロスペクトホールで指揮官職を受けた。リーの北バージニア軍は、 ペンシルベニア州に侵攻しており、元軍団指揮官のミードはその軍隊の残り部隊の配置すらほとんど情報がなかった。わずか3日後、1863年7月1日から3日、ゲティスバーグの戦いでミードはリー軍と対した。この戦いでの北軍の勝利は南北戦争の行方を決める展開点になったと考えられている。この戦いは7月1日に、 南軍の不評と北軍の騎兵が、ゲティスバーグで偶然遭遇して、戦いに及んだ結果として、ほとんど意図しないままに始まった。1日目の終わりまでに、北軍の2個軍団がほとんど壊滅したが、防御に適した陣地を確保していた。ミードは、残りの部隊をゲティスバーグに急行させて、巧妙にその部隊を防衛線に着かせ、その際よく、右翼及び中央への激しい攻撃に迅速に、 対応し、ピケットの突撃と呼ばれるリー軍の中央への破滅的な攻撃へと集約させた。この3日間、ミードはジョン・エフ・レイノルズやウィンフィールド、スコット・ハンコック各少将のような有能な部下を巧みに用い、彼らに大きな責任を持たせた。ミードの評判にとって不幸なことに、彼はフッカーから引き継いだ政治的な操縦者をうまく扱えなかった。 第三軍団指揮官のダニエル・シックルズやミードの参謀長、ダニエル・バターフィールドは、ミードの指揮官としての決断と勇気に疑問を呈し、戦後に困難さを残した。シックルズは、ミードの前任者、ジョセフ・フッカーに忠実だったので、またゲティスバーグでは激しく言い争ったので、ミードに対して個人的な復讐劇を展開した。アメリカ合衆国議会。 両院戦争遂行委員会の急進派共和党は、ミードがカバーヘッドではないかと疑い、指揮官からやめさせようとしたがドローに終わった。ゲティスバーグで大きな損失をこむった、リー軍はバージニア州に撤退した。ミードは、リー軍の撤退中に攻撃的に追撃しなかった、ことで、リンカーニやその他の者に批判された。ある時点で、北バージニア軍は、 雨で膨れ上がったほとんど個性層にないポトマック側を背にして非常に脆弱な時があったが、ミードが効果的な攻撃を組織できた時には、すでに強力な防御陣を構築できていた。リンカーンはこのことで戦争を終わらせる機会を失ったと考えた。それでもミードは正規軍の順序昇進を受け、議会の感謝状では、ゲティスバーグで 反乱軍の古参兵部隊をラッパハノック側を越え、撃退し、打ち破り、後退させ、破壊しまた指揮を喪失させた、巧みで英雄的な武勇に対し、とポトマック軍の士官と兵士を称賛した。1863年秋の残りの作戦シーズンであるブリス島方面作戦や、マインラン方面作戦では、敵の残豪にこもった防御陣に対する攻撃をためらったために、 ミードはリーに翻弄され、小規模の決着がつかない、戦闘の後で撤退した。ミードは有能で外見上は、健常な男だった。ただし、戦争中に出した妻への手紙では、自分の自我や待望を意味嫌っていることを示唆している。ロンドンの新聞記者はミードについて、彼は非常に見栄えの良い男である。背が高く、ほっそりしており、 いるだけで指揮官の風貌があり、その所作は楽しく気楽であるが、強い尊厳がある。彼の頭は一部を剥げており、小さくまとまっているが、期待は高い。ウェリーントン公爵のような花をしており、その目は深刻で悲しみをたえたような表情を生み、やや沈んでおり、あるいは花の曲線の隆起から、そのようにも見える。彼は、間違いなく洗練されたものであり名だった外観である。 と表現した。ミードの短期差は悪評を生み、同僚の大半からは尊敬されていたものの、軍隊から愛されていたとは言えない。呪われ年取ったキョロメの噛みつきメと呼んだ者も,もいた。1864年3月に、ユリシーズ・グラント中将が、北軍総司令官に指名された時、ミードは、辞任を申し出たが、グラントはこれを拒み、ミードと、そのポトマック軍は、 グラントの下に着くことになった。グラントは戦争の残り期間、その本部をミードと共にし、そのことでミードはグラントから受けた密接な監督に、神経をすり減らされることになった。1864年6月、フィラデルフィアインクワイアラー氏の記者エドワード・クロプシーの、不都合な記事をミードが叱りつけた事件の後、 その軍隊担当のすべての記者が、ミードについては悪いことのみを扱うと申し合わせた。ミードは、この手配について明らかに何も知らず、すべての手柄をグラントに持っていく記者たちのやり方が、ミードを怒らせた。ミードとグラントは、様々な相違点があり、さらに二人の間の摩擦が深まった。グラントは、リー軍に対する、オーバーランド方面作戦で消耗戦を遂行しており、 北軍は兵士の入れ替えができ、一方南軍はそれができないことを知って以前では認められなかった損失もあえて受けることにしていた。ミードは1862年の下級指揮官の時の攻撃的な功績にもかかわらず、より慎重な将軍となり、残酷に潜む敵に対する攻撃の無意味さを心配するようになった。オーバーランド方面作戦でミード軍がこうむった。 損失の多い反撃の多くはグラントに命じられたものであり、結果的にリー軍をピーターズバーグ周辺の残酷に追い込んだ攻撃的ミサオ軍もグラントの主導によっていた。ミードの粉満をさらに募らせたことは、グラントが西部戦線から連れてきた部下達に時として、好意的な扱いをするやり方だった。この主要な例として、ミードが フィリップ・シェリダンの騎兵軍団に与えた指示をグラントが妨げたことがあった。ミードはシェリダンの部隊が伝統的な騎兵の機能である偵察、射兵及び兵艦部隊の護衛をすべきと主張した。しかし、シェリダンは直接グラントに掛け合って南軍の騎兵隊やリッチモンドに対して戦略的な襲撃をかける許可を得た。ミードは一般にグラントの監督の下で オーバーランド方面作戦や、リッチモンド・ピーターズバーグ方面作戦を効果的に遂行したが、少数の悪い判断の例が彼の評価を傷つけている。コールドハーバーの戦いの時、ミードはその軍団指揮官の監督が不適切であり、その悲惨な正面攻撃の前に偵察を行うよう主張しなかった。不可解にも、攻撃の後すぐに妻に手紙を書き、 攻撃を命じたのは自分だと誇りを表明した。ピーターズバーグの最初の攻撃の時、臨床軍が前線の補強をする前に再びその軍団の攻撃の連携を取らせることができなかったために、ピーターズバーグ包囲戦という10ヶ月もの手詰まりを生むことになった。ミードはアンブローズ・バーンサイドが立案した、ピーターズバーグ東の南軍前線下に行動を、 堀爆弾を仕掛けるという作戦を承認したが、最後の瞬間にバーンサイドの作戦であるまさにこの作戦のために高度の訓練を積んだアフリカ系アメリカ人の手段で攻撃を導くという案を変更し、政治的に危険度の少ないやり方をとり、訓練されておらず、お粗末に引率された白人の手段を当てるという大案に置き換えた。クレーターの戦いの結果は、 この戦争の中でも最大級の失敗となった。これらすべての場合に、グラントは、ミードの作戦を承認した責任の一端を取ったが、ミードは、ゲティスバーグで示したような高度の能力を表すことは、なかった。スポットシルバニアの戦い後、グラントはミードが、正規軍の少将に昇進することを要請した。1864年5月13日、陸軍長官。 エドウィン・スタントンに宛てた電報で、グラントは、ミードは、私の最も楽天的な予測に合う、以上のものを持っている。彼とウィリアム・シャーマンは、私が接触してきた、大部隊の指揮官の中では、最も適した者たちだ。と述べた。ミードは、その名誉ある昇進が、シャーマンや、自分の部下であるシェリダンの後に行われたことに侮辱を、感じた。しかし、ミードの昇格日付は、 戦争の終わった時点で、グラント、ハレック及びシャーマンに飲み越えられたことを意味していた。ミードはアポマトックス方面作戦でも戦ったが、グラントとシェリダンがその評価の大半を得た。ロバート・イーリーがアポマトックスコートハウスで降伏した時、ミードは同席しなかった。ポットマック軍指揮官として、ミードの判断は議論の的になってきた。 ミードは南軍を追撃する際に攻撃的でなく、時には攻撃を躊躇したと告発された。大衆や19世紀歴史家の間での評価は、ミードの短期差、記者との仲の悪さ、勝利者グラントの陰に隠れていたこと、及び特にダニエル・シックルズとの議論からの悪い印象といった要因によって貶められた。最近の歴史家の研究では、もう少し前向きの光を当てている。 ミードは武器の改良によってもたらされた戦術の必要な変化を理解して作戦を示し行動したことを認めた。実行可能な時には残壕にこもり防御姿勢にある敵に対する正面攻撃をかけないという決断はもう少し慎重に研究されるべきである。これらは第一次世界大戦の西部戦線で大きな効果を持って使われた教訓だった。 ミード将軍は1866年からその島でペンシルベニア州フェアモント公園の理事だった。また、大西洋軍事地区、東部方面軍、及び南部方面軍を含み様々な指揮官を務めた。ジョン・ポープ少将に代わり、レコンストラクション中の第三軍政地区軍政長官になり、1868年1月10日にアトランタに着任した。ハーバード大学から、 法学の名誉博士号を受け、その科学的業績は、アメリカ哲学会やフィラデルフィア自然科学会など、様々な機関に認められた。ミード将軍の軍馬、オールドバルディ・ミードは、その古傷に肺炎との合併症からフィラデルフィアで死に、ローレルヒル墓地に埋葬されている。ペンシルベニア州中に、ミードの銅像があり、ゲティスバーグ国定軍事公園にもいくつかある。メリーランド州にある、 アメリカ陸軍の砦は彼を記念して命名され、アメリカ国家安全保障局がある、ホートジョージ・ジー・ミードの地名に残る。カンザス州ミード軍とサウスダコタ州ミード軍も同様である。フィラデルフィアのオールドバルギー南北戦争円卓は、戦争中のミードの馬にちなんで名付けられた。1890年と1891年のドル、国債、またの名を貨幣国債は表面に、 ミードの肖像を乗せている。1890年国際は、裏面にスイカ模様に似た大きなゼロが並んでいるので、収集家の間で、グランドウォーターメロン国際と呼ばれる。マイケル・シャーラの小説、ザキラー・エンジェルスを本案した映画、ゲティスバーグで、ミードは、リチャード・アンダーソンが演じている。その他の映画、テレビ、ビデオは、以下の通り。 ミードはニュート・ギングリッチとウィリアム・ホース・チェンが書いたもう一つの歴史小説ゲティスバーグにも登場する。ありがとうございます。